こんにちは、シンガーソングライターの畑中真美です。皆さん見ました？先週の地上波初放送のボヘミアン・ラプソディ、とっても良かったですよね。何を隠そう、この畑中大のクイーン好きなんです。楽曲、歌声、圧倒的なステージパフォーマンス、どこをとってもクイーンって超一流だと思うんです。というわけで本日はこの人なしではクイーンを語れない、クイーンに絶対必要なあの人について熱く語る会にしようと思います。もうお分かりですよね。そう、ジョン・ディーコンです。え、フレディ・マーキュリーじゃないのかって。そりゃもちろんフレディはですね、誰もが認める大スターですよ。私もフレディ大好きで、彼に向けてね、こう曲を書いちゃったりなんかしてたこともあるぐらいなんですけど、でもね、華やかなフレディ・マーキュリーとかロジャーとかブライアンの影に隠れがちではあるんですけど、ジョンなくして伝説のバンドクイーンはなかった。というわけで本日はクイーンの天才ベーシストジョン・ディーコンについて熱く語らせていただきます。ジョンといえばこの曲、ナズワンバイツダス、地獄へ道連れなんですけど、映画の中でもこの曲の制作風景描かれてますよね。で、今年の5月に BTS が新曲バターリリースしましたけど、そのバターもこのイントロにそっくりであるということで話題になっていましたが、そうなんです。この曲はジョン・ディーコンが作詞作曲したんですよね。で、ジョンはそんなにたくさんの曲を書いてないんですけど、なのにヒット曲が多いんですよ。それが私は本当にすごいなって思うんですけど、今日はですね、クイーンの曲の中でもさらに絞って、ジョンが作詞作曲した曲の中で私が好きな曲を3曲ご紹介させてください。その前に私がクイーンを好きになったきっかけちょっとだけお話しさせてください。2004年だったと思うんですけど、We Will Rock You っていうクイーンの曲で全部が構成されたミュージカルがね、やってたんですよ。それを友達が一緒に見に行こうって言って誘ってくれたんで、見に行ったら、見に行った先のグッズ販売コーナーでクイーンのライブビデオが流れてて、その映像がなんかめちゃくちゃかっこよくて、その時にもうなんか、え、何この人って言って、あのフレディに釘付けになって、でそこであのすごいクイーンが好きになって、もっと聴いてみたいって思うようになって、そっからねクイーンにのめり込んでいったんですけど、その頃ね私あの人生がちょっと辛くて、なんかシンガーソングライターやってたんですけど、なかなか全然うまくいかなくて、でも音楽をね嫌いになりかけてたんですけど、そんな時クイーンの音楽をこう聴いてると、なんかねもう嫌なこと全部忘れられたんですよね。でやっぱりなんか、あ、音楽っていいなとかやっぱり思うようになって、クイーンに影響されていろんな曲を書いたりするようになって、だんだん心も癒されていってですね、ずっとあのシンガーソングライターとしてやってるんですけど、そんな感じでクイーンにはめっちゃ救われているんです。という感じでクイーンの曲、本当に好きな曲たくさんあるんですけど、今日はジョン作詞作曲縛りで3曲ね紹介します。じゃあ早速1曲目からね紹介していきたいんですけど、まず1曲目は Best Friend ですね。こちらの曲はもう皆さんお馴染みかと思うんですけど、クイーン4枚目のアルバムオペラ座の夜に収録されている曲です。映画の中でもこの曲をあのシングルカットするだのしないだのっていうことでね、あの揉めてるシーンがあったかと思うんですけど、この曲はジョンにとっては2作目の曲なんですけど、いきなりヒット曲なんですよね。イギリスでシングルチャートで7位に入ったっていうことだと思うんですけど、この曲を初めて聞いたフレディは、ジョンがやっと本領を発揮したって言ってね、喜んだらしいんですよね。最初のところずっと、このコードの繰り返しでずっと行くんですよね。なのになんかこう一回聴いただけで、え、なんかいい曲って感じさせてしまうというね、すごいなと思うんですけど、この今私がギターでね、弾いた部分を、ジョンがエレピで弾いてるんですよ。
そう、この曲ってすごいなんかエレピが印象的なね曲なんですけど、それがまたなんかいつものクイーンとはなんか違うなっていうね、感じを醸し出してて素敵だなと思うんですけど、最初ねエレピをジョンがフレディに弾いてくれって頼んだらしいんですよ。だけどフレディはそんなエレピなんか弾きたくないって言ったんで、ジョンが仕方なくピアノを練習してねエレピで演奏したらしいんですけど、そんな素直なフレディもなんか素敵だなと思っちゃったり、その頑張ってエレピを弾くジョンも素敵だなと思っちゃったりね、はい、するんですけど、この曲、まあ、タイトルが You're My Best Friend っていうことで、友達に送った歌ってなのかなってちょっと思っちゃうじゃないですか。でもね歌詞をねよく読んでみると、まあ、You make me live、 君は僕を生かしてくれるとか、 You're my sunshine、 君は僕の太陽だとか、 You're my only one、 君は運命の人だとかね、すごいもう愛の言葉が並べられていて、そうなんですよ。この曲は友達に捧げた曲ではなくて、最愛の人に捧げた曲。フレンドっていうのは、この曲では、生涯の伴侶っていうような、そういうような、もっと大きなね、意味で使われているみたいなんですけど、ジョンの奥さんのベロニカさんに捧げた曲らしいんですよね。フレンドには、友達じゃなくて、恋人を超えた、もっと絆の強いパートナーっていうね、意味がきっとね込められているんじゃないかなと思います。そんなこの曲を書いてから40年経った今でも、ジョンは奥様とそして、彼の子供たち6人いらっしゃるそうなんですけど、子供たちと静かにねロンドンで暮らしていらっしゃるそうなんですよね。本当に歌の世界をそのまま現実で生きてらっしゃるなって、素敵だなと思います。はい、では2曲目いってみたいと思います。2曲目はですね、ギターソロがねすごいかっこよくて大好きなんですよ。今私がすごいこの曲の中の好きな箇所をちょっと歌ってみたんですけど、 Need Your Loving Tonight、 放題は夜の天使なんですけど、この曲はクイーンの8枚目のアルバム The Game に収録されている曲ですね。すごい合うんですよドライブに。でも何回も何回も私リピートしちゃうんですけどね、この曲を歌いながらこう運転してるともう目的地にすぐ着いちゃう、大好きな曲です。夜のドライブにめっちゃ合う、なんか青春を感じる曲なんですけど、クイーンの曲ってこうちょっとボヘミアン・ラプソディみたいに壮大な曲とか凝った曲とかちょっと難解な曲が多いかなっていうね印象もあるかと思うんですけど、こういうシンプルなロックもたくさんあって、なんかそのコントラストがあってねすごいいいんですよね。こんな曲もあるの、こんな曲もあるの、こんな曲もあるのっていう感じで本当に聴いてて飽きないんですけど、それは4人がそれぞれ曲を書くからっていうのもあると思うんですけど、本当に曲のカラーがねいつも違ったりとかしてて、これは本当に楽しいですね。もう本当に4つの才能が1曲にこう全部力を込めてるだろうなっていう、だから化学反応みたいなのが起きてクイーン独特のサウンドになってるんじゃないかなと思うんですよね。というわけで Need Your Loving、 夜のドライブに最適な曲でした。はい、じゃあ3曲目いきたいと思います。 Sell me food Do you think that you are You should be sleeping Up the emerald bar So honey spread your wings And fly away Follow Spread Your Wings、永遠の翼ですね。これはクイーンの6枚目のアルバムですね。世界に捧ぐに入っている、曲なんですけど、この曲は私歌詞が大好きで、登場人物がサミーっていう人なんですけど、サミーがねいつもボスにお前はダメだお前はダメだって言われ続けてるんですよ。で、ある日そんなボスを振り払ってサミーは自分の足で一歩をね、新たな一歩を踏み出そうとするっていうね、そういう場面が描かれた、歌なんですけど、ちょっと小説を読んだような気分になります。Spread your wings and のところでも、
本当に羽をこう広げるような気分になります。一緒に歌ってるとなんか本当に羽をもらったようなね。ここのサビの広がりがもうね大好きで、私もあのなんか本当に一緒に歌っちゃう、元気をすごくもらいました。私も落ち込んでる時によく聞いてね。なんかやっぱジョンの曲っていうのは一緒にこう歌いたくなるような曲が多いなと思うのと、すごいポップでねシンプルで分かりやすいなっていうのがあります。そしてなんか優しいなっていうのをねすごく感じますね。ジョンはねもうクイーンの活動には参加されてないんですけど、でもこういった素敵な曲をねたくさん残してくれて、クイーンのね残ってるライブ映像とかね今見ても本当になんかこう元気をもらうし、音楽っていいなと思うしね、はい、いっぱいパワーをねいただいております。ありがとうございますっていう気持ちを込めてね、動画の方を締めたいと思うんですけど、映画にもね登場してましたフレディの恋人のジムが、書いた本なんですけど、僕が一番好きになったのはジョン・ディーコンだった。彼はバンドの中で一番物静かな男だった。驚くほど控えめで穏やかで気取らない人だ。クイーンがデビューした頃ビジネス面に一番関わっていたのが彼とフレディで、ジョンはバンドの会計士としての役割も兼ねていたというようなことが書いてありまして、会計士もしてたということで、お金のこともちゃんとやってねバンドを支えて、はい、いたんだなっていう、はい、のがこれで分かってね、やっぱりクイーンというバンドはねみんな本当に4人とも才能がすごいあって、特にフレディとロジャーとあとブライアンはそれぞれがすごい個性があってね、アーティストだから、ジョンもなんかすごい大変だったんじゃないかなと思うんだけど、なんかすごい接着剤みたいな、3人の接着剤、クイーンの接着剤みたいな感じの方だったんじゃないかなって私は勝手に想像しております。今日はクイーンのジョン・ディーコンの作詞作曲したね、私が好きな曲3曲紹介させてもらったんですけど、いかがでしたでしょうか。皆様本当に最後まで見ていただきありがとうございます。映画を見た後クイーンの本物の映像と映画のライブエイドの映像を比較する比較動画っていうのを見て、でめちゃくちゃすごい再現率だなって思って、映画を作った人たちのクイーンへの愛が本当にすごいものだなっていうのを感じて、また感動しました。本物のクイーンのライブ映像は言うまでもなくもうお宝なんですけど、映画の方の作られたライブ映像もすごく良くて、それは何でかっていうと再現率がすごいっていうのもあるんですけど、カットインされてくるんですよね。クイーンの音楽を聴いているそのスタッフさんとかお客さんの顔とか、あとテレビで見てる人たちの顔がこうどんな風にクイーンのライブを楽しんでるかっていうのがこう挟み込まれてきて、まあ、それがまた素晴らしいと思うんですよ。きっとこういう風にみんなクイーンの音楽を楽しんでたんだろうなっていうのが伝わってきてですね、映画もいいなっていう風に思って、なんかやっぱり素晴らしい作品っていうのは素晴らしい作品をこう引き寄せるというか作るっていうか、なんかそういうパワーがあるんだなっていうのを、はい、感じました。はい、ということでですね、今日はとっても熱く語りましたけれども、またこういった雑談動画もね出させてもらいながら、ギターの弾き語りが楽しくなるような、動画を撮っていきますので、はい、ぜひまた見てください。ということで、ここまでのお相手は畑中真美でした。また次の動画でお会いしましょう。またね。